続いて学生部門3組目は小さな姉妹です。メッセージをお預かりしています、はい、小さな姉妹です。本当に姉妹です。平均身長 149.5 センチです。小さな世界へようこそ。それでは学生部門3組目になります。小さな姉妹でイッチーです。どうぞ。
あのなんかもうやっぱりいろいろいろんな言葉を選んでやっぱりチョイスするとシュールですよね。うん、うん、ごめんなさい、これ僕の個人的な感想でもいいんですけども、どうやってこういう曲は生まれるんですか？アドリブで。あ、はい、あそうですか。アドリブでね。はい、そうですね。まあ、でも今回ねこの曲っていうのはやっぱりそのおじいちゃん、はい、ね、亡くなったおじいちゃんに向けて作りましたって、命日が近いんですよね。はい、うん、どんな思いで作ったんでしょう、そのアドリブだけどもやっぱりおじいちゃんの思いっていうのがあったと思うんですけど、おじいちゃんはお祭りが大好きだったので、うん、まあ、人が死んでしまうのは悲しいことだと思うんですけど、うん、でも賑やかにお見送りしたいなと思ったので、うん、こういうお祭りの音楽を曲の中に入れたいなと思ってお祭りの音を入れました。なるほど。歌詞の途中でパラッパラッ、あれはお姉ちゃんがいつも口ずさんでいたのがパラッパラッパラッと、おじいちゃんいつもそれを口ずさんで、はい、歌ってみました。受け継がれるんですね、そういうね。はい、わかりました。ではですね、最後にこう投票してくださる皆さんに熱いメッセージをお願いいたします。はい、ます聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。小さな姉妹のお二人でした。ありがとうございました。